母性本能って何ですか？精神科医カバサーションのカバチャンネル。母性本能という言葉を聞いたことがあると思うんですけど、母性本能って何なんだろうってことをちょっと考えてみようと思うんですけど、まあ、母性本能っていうのはお母さんが赤ちゃんが生まれて自分の子供を慈しみ可愛がり養育する、そういう自然とこう湧き上がってくる子供に対する愛情ということですよね。ほとんどのお母さんが子供を生まれた瞬間に大体そういう無限の愛というか慈しみの感情が湧き上がってくるから、まあ本能という言葉で言われておりますし、人間に関わらず普通の他の動物でもですね、子供が生まれたらそれを一生懸命育てるっていうのは他の生物でも見られることですよね。じゃあその母性本能ってどうしてそういうものが起きるのと、あるいは遺伝子でなんかこうプログラミングされてるのっていうふうに思うと思うんですけど、最近面白い研究がありまして、オキシトシンというですね、この愛情のホルモン、あるいは信頼のホルモン、つながりのホルモン、これがあるんですけども、このオキシトシンと母性本能というのがすごい関連してるのではないかということがですね、ここ10年ぐらいの研究で非常に分かってきております。オキシトシンというのはですね、母乳分泌してる時に出るんですね。ですから通常赤ちゃんを産んだ直後からオキシトシンが一気に高くなってですね、プロラクチンという乳児を分泌するホルモンとオキシトシンというホルモンが非常に高くなるんですね。オキシトシンが分泌するとそういう慈しみですね、愛情、そういう気持ちがすごく高まるのですね。さらに赤ちゃんを抱っこするとそのスキンシップによってさらにオキシトシンが出るというふうに言われてですね、だから赤ちゃんを抱っこすることでより可愛くなってより愛情を持つようになると言われてますね。さらに面白いことには抱っこされた赤ちゃんの方でもオキシトシンが出るということが言われてますね。それが愛情の絆、つながりということです。ですから最近はそういう母乳で育児をしないというですね、お母さんも増えてると思いますけど、これ絶対母乳が出るのであれば絶対母乳で育てた方がいいわけですね。今言ったような抱っこしてさらにオキシトシンが出て愛情が深まる、この愛情形成の過程ですね、母性本能っていうのはドライに行ってしまうとそういうオキシトシン分泌ということになるんですけども、オキシトシンっていうのは他にもですね、いろんな場面で出るのですね。それはスキンシップで出ます。ですからハグって言いますけど、ハグでも出ます。あと普通の握手とか肩ポンと叩いてもそれはスキンシップなので効果があるわけですね。さらにはいわゆる性行為においてもすごくたくさん出るんですけども、握手もハグも性行為もどれもまあスキンシップですよね。そういったものの中で愛情ホルモンというのが出てですね、スキンシップを取ることで相手に対する愛情というものが非常に高まっていくということが分かっていますね。母性本能の下りで言いますとですね、お母さんとお子さんの愛情をどう深めていくかということで言うとですね、スキンシップっていうのが重要なんですね。ですからハグしてあげる、あるいは頑張ったねって言ってこう頭を撫でてあげるという、こういうような基本的なスキンシップっていうのを年齢何歳までやるかっていうのはあるんですけど、小さい頃は一生懸命やってあげることで母親と子供の絆っていうのがそういう物理的なですねアクションによって強めることができるということが分かっておりますから、ハグしたりおんぶしたりね、抱っこしたりなでなでしてあげたりっていうのは意識すればできると思いますので、そういう回数をねできるだけ増やすということが子供との愛情を深めていくということにすごい大切だということなので、ぜひねやっていただきたいなと思います。